コアを見て感想を語り合うみんなの反応集。それではどうぞ。この冒頭の解説デフォルトになったのね。先週はなんかそれっぽく始まったなと思ったけど、これが終わった後にオープニングって感じかな。解説デフォルトになってるのめちゃくちゃわろた。毎週クソゲーハンターの三楽の紹介されるんか。これが入ってからオープニングか。オープニングまでの入りが固定されたのは個人的に見逃しもないし、めちゃくちゃ助かる。エリアボス戦からか。マジでどうやって倒すのかクソ楽しみだ。沼で強制的に歩きの状態を強制されるのに、三楽はスピード重視の神走行だから相性マジで悪いよね。アニメから入ったけど、毎回勝つときにクソゲーのスキルが培われてるおかげで勝ててるの最高に面白くて好き。稲葉のウサギかよ、ワロタ。稲葉のウサギ、MU 以外とギャグ線高くてめちゃくちゃおもろい。マジで NPC と思えないくらい全ての会話を拾うからすっごいよな。スライドムーブかっけー。スキルが進化していくのも最初知ってたら感慨深いものがあるな。スライドムーブとか覚えやすいけど、演出はちゃんとかっこいいのとかも見てて最高に燃えるからめちゃくちゃ助かる。ジェストパリーめちゃくちゃ好きだったけど進化しちゃったのか。パリーもう出てこないのかな。パリーはこの後も出てくるし、レペルカウンターもめちゃくちゃ使いどころいいところで登場するしで最高だから楽しみにしててくれ。リキャストタイムがあるのも作り込みすごいなと思う。本当にこの作者自身がゲーム好きなんだろうな。ゲーマーからすればこの神ゲーとクソゲーの隙間はぜひともプレイさせてほしい。エムル圧倒的な癒しキャラかと思ったらバッチバチの戦闘キャラ、名のびっくりだわ。いきなり魔法放っててクソ笑ったけど、ちゃんと強いのやめてくれ。というか癒しキャラでいてくれよ。エムルさん、あなた強かったんですわね。というか可愛いから失念しがちだったけど、この子三楽よりもレベルが高いんだよね。ラビッツってマジで精鋭揃いだよな。 A から Z まで兄弟がいるらしいけど、エムルのレベルでこれだから上の兄弟はどんなとんでもないレベルしてるのか気になるよな。沼地ってだけでもめちゃくちゃイライラするのは、こっちのゲームでも一緒なのにそれがフルダイブになったらめちゃくちゃイライラ募りそう。しかもシャンフロって神ゲーだからその辺も忠実に再現されてるだろうしな。三楽の戦い方ってマジで無理がないというか、ちゃんとゲーム性にのっとってて、ただクソゲーム上手いみたいな感じだから見てて違和感ないんだよな。クソゲーで鍛えられたスキルってのが前提にあると、シャンフロ内であれば割ととんでもないこともクソゲーのおかげにできるからいいよね。プロゲーマー相手にも難なく戦えるし、こいつはマジでただの変態なのよ。ほんと無駄にシリアスにするな、三楽さん。てよ、エムルの悲痛な叫びと打ち上げられた三楽の無駄にシリアスなシーンはロタ。HP 減少することによって行動パターンが変わるの、土のゲームでもある仕様なんだな。ついさっきまでよりクソ強いやんけってなるもんな。ソロで挑んだら、この打ち上げによって回避不能の落下ダメージで死ぬ。はエリアボスにしてはもったいないくらいのクソスキルだろこれ。シャンフロ作ったやつは性格が悪いってよりかはゲームバランス度外視の理想の世界継ぎ込みだからな。性格が悪い、ある意味合ってる。制作者の思想が強すぎて、ゲームバランスとか考えてないのがシャンフロだからな。走馬灯の演出が原作よりも盛られてておもろい。無駄にリアルなのがしんどいわ。走馬灯出ててくさ。こういうところは意外と抜けてるよな。というかこれは三楽のクソゲー魂なのかわからないけど、攻略見ればわかるのに一切の情報なしで行くからこうなるんだよな。エムルのアシストが毎回神がかってる。NPC に助けられてるのって、正直情けないけど難しいよな。マッドディグの嘘だろ。ってリアクション好きすぎる。ソロ殺しだから勝ち確信したのに頭上に出たらこうなるわな。解説めっちゃ自然なところで入ってくるからありがたい。作品の進行を邪魔はしてないけど、ちゃんと情報として保管してくれるの最高すぎる。ミステイクメテオフォール。言えて妙だけどさ、エムルの話し方可愛いから真似したくなる気持ちはわかるですわ。キャラってどの作品でも最高に可愛いよな。薬草
地に突っ込んでる絵面やばすぎるな。山岳のこの鳥頭の死体まだ見明かされてないもんね。薬草の洞窟に流し込むのエグすぎるし、エムルドン引きでめちゃくちゃ笑った。エムルの獣人化きた。めちゃくちゃ可愛いな。モフモフしたい。エムルの人間はめちゃくちゃ可愛いけど、正直ウサギをモフモフしたいなと思う。あのウサギビジュはマジで天才。エムルの性別って女の子なんだなって思ってたけど、人間になったことでさらに女の子であると自覚したわ。半裸の鳥頭は変だし、とりあえずゲーム内でもヤバい扱い受けるからおもろいわ。半裸の鳥頭に自分から望んでなってお金作ったのに、まさかの呪いのせいで固定化されたの、かわいそうすぎるよな。切なくなるわ。初期装備から半裸鳥頭を選択するくらいだからって思ったけど、ちゃんと変人だっていう自覚あるのね。倫理観しっかりしてて安心したわ。半裸ってこのゲームでは NPC からしてもプレイヤーからしても異常なの。ほんま草やっぱその辺はちゃんとしてるんだな。エムルの力説めちゃくちゃ可愛いんだけどさ、山岳がひたすら自分が変人だってことを力説してるだけなんだよな。毛量が多い女の子は最高に可愛いから、この新キャラのビジュめちゃくちゃ好きなんだけど、山岳止めてるあたり的サイドか。山岳ゲームに参加し始めたばっかなのに速攻で話題になるん、マジで山岳って感じだわ。この後さらに話題を作っていくからな。当の本人は裏でこんな話題になっているの知らないよな。というかこうやってチャット機能があることすら知らなさそうだよな。まあ山岳はフレンド作って頑張るよりもソロで開拓しようとする癖あるからね。チャット機能とかあるの知らなさそうだわ。明らかにビジュが敵だろって思ったのに、まさかのただの動物愛好家なの、マジで草。めちゃくちゃなもんだわ。ブチ切れの表情で辛いと尊いって言ってたから、マジのオタクなんだと思うわ。アーサーペンシルボン来た。 PK しててレベル99ってマジでか。どんだけ強いんだよこいつ。ここですごい出会い方してるのに、この後の展開は結構良くなっていくから、その辺も含めてアニメ勢には見てほしいな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。